今回の懐かしいお客様、えー、こちらは長野県松本市より1998年頃よりお越しいただいているお客様ですサンキューメールも発見しましたので再掲いたしますジェットセット佐々木様車大好き人間松本の T です先日の日曜日はレカロの交換カウロスの手配と大変お世話になりました LXJ に交換して気づいたこと 脇腹、大腿部の両サイドはやや寂しい。座面が非常に短く感じられる。でもクラッチが踏みやすい。乗り降りの度にシートを後ろに動かさなくても良くなった。帰りの200キロ余りのドライブがさらに快適になった。結論、やっぱりいいものは良い,い。カウロス LSM スペシャルを荷台に積んだままインター手前の坂道で いつもの渋滞にはまっていると、ほとんどの人が、なんだこいつは、と言った顔で見ていきました。高速の追い越しの車や、サービスエリア、パーキングエリアでも同様でした。さすがにちょっと恥ずかしかったです。パソコン用の椅子を早速カウロスに交換したところ、サラヒさんのおっしゃる通り、これがまた快適で、 意外にもバックレストのサイドサポートの出っ張りがキーボードに向かった時の腕の角度と微妙にマッチして実に具合が良く驚いています。4月4日更新のホームページ拝見しました。クッキーくんと私の写真を見て子供たちも大変喜んでいました。クッキーくんにぜひ会いに行きたいと言っておりますので近いうちにまたお邪魔したいと考えています。 ランクル100の助手席も交換しようかと考え始めていますがその説はお願いいたしますスタッフの皆様ありがとうございました PS やっぱりレカロは花丸二重丸ですあちなみにお持ちしたお米の品種はメイドインテイのコシヒカリです我が家はすでにじいさんばあさんがいないので私一人で作っております ガレージには車の部品、タイヤ、農業用機械、原チャリマウンテンバイク等、私の趣味と実,実益を満たしてくれるグッズが溢れています。以上です。